ケツです。明日の夜空紹介班ピアノ初級 A メロの今日は4になります。小節で言うと3、4小節ですね。この左手と両手で合わせる練習していきます。ではこの1小節目から今日やる4小節目まで一度弾いてみます。では早速説明していきますね。まず左手いきます。左手は4番でミを2回ですね。はい、次に1番2番でラ、そしてソとソのシャープですねと弾きます。はい、もうこれだけです。簡単ですよね。一回ちょっと流し弾いてみますね。早速もう両手で合わせる練習していきましょう。では上のですね、音階と指番号を確認しながらいきますね。まず左手から弾きますね。はい、このあと右手がラミと弾きます。はい、そして次の右手がラの時に左手一緒ですね。はい、次に1番でラを弾いた後に右手ですね、4番でドです。はい、ここまで一回ちょっと弾いてみますね。はい、こうですね。次に右手からですね、ラシドミと弾きますよね。ここのシの時、2番でシを弾く時に左手が入ります。こうですね。はい、このように前半後半とですね、分けて練習してみてください。はい、では一回流して弾いてみますね。はい、このようになります。ここでのポイントはですね、前回の 1,2 小節と同じようにタイミングが取りづらいです。さっきも練習したように前の方と後ろの方と区切りをですね、ある程度弾きやすいところで分けて練習をしていってください。毎回同じこと言っててすいません。ではゆっくり3回練習してみましょう。ではいきます。ここまで弾けるようになったという人は次の動画に進んでください。 A メロの5ですね。ではこの A メロの1小節目から今日やった4小節目まで両手で弾いて終わります。弾けるという人は一緒に弾いてみてください。